さあこの状況を空から見ていますとかなり小林有利に見える。しかしそれをひっくり返せばその先に優勝があるかもしれない風林火山。ああ今年もシャンテン取れるが、まあもう降りてるんですよね。そう、本州したら着落ちなんで。そうなんです、うん、初になるか。マリアンソー、まあ、ちょっと粘り方を考えてるですね、うん、もし万が一流局した場合堀と天敗の点で変わってしまいます、うん、いや堀頑張ってる。リアンシャンテンまで来てる。あ、際どうだ。跳ねのけるか。あ、これ広くなった。単葉もつきますね、これね、はい。ただ3ピンが通って2ピンが3枚もうすでに切られている、うん、目いっぱい行くならいいマンなんだけど、まあ、保留で9ピンとかもありますよね。なるほど。あ、ただ2ピン薄いじゃない。2ピン3枚切られて、うん、で3ピンも現物か。3ピンも現物で、いやとはいえいいマンいらないな。もうとりあえず3ピン打っとけっていう状況なんですけど、すいません。これ直行っていいマン重なって転売もあるかもよ。うん、だけどちょっと形はもう圧倒的にイーマンなんですよね。ちょっと直撃をね、直撃されるのが嫌なんですよね。2600脇から上がると、ね、はい、まあ、セーフなんで、まあ、その可能性含めて今考えてますね。脇が1数万打つかどうかとか、打たないんだったらもうここで自分でね積もられそうな街だったら切っちゃうっていうのもあるんですよね、うん、保留は9ピン。三増三増数層も打ちやすいって判断ですとか、まあ、ちょっとよっぽどイーマンが言いたくないんでしょうね。中盤に入って差し掛かってきたっていうのが、あ、ストレートにいかなかった理由の一つになりそうですね、はい、さあ山にたっぷり、まあ、流局ね、流局でトップっていう意識があったと思います。風層が1枚減ります。おっと、おこれなら行くんじゃない。天敗役はない。追いついたならリーチをするか。ヤンピン3名だけど脇がかなり降りてるように見えてたら山にいそう。どうする。息を整えてリーチが来ました。これで小林お先生、あ、リチボ出たんで大丈夫ですね。はい、巻きが打つあんまりないからね。もともと3800点差からリチボ出ました、うん、おー、嘘、うん、風林火山の願いが通じた。枚数は小林の方が有利。村さん、そんなことある。そんなことあるんだ。18000点。いや、ちょっと鳥肌立ちますこれ。秋の一つの選択、一つの決断